はい、どうも、こんにちは。こんにちはでございます。お腹すいたんでご飯をいただくという、いつものパターンでございますが、今日いただくのはですね、これでございますね。とんかつ弁当。とんかつ弁当、半額245円でございますが、これだけだとちょっと寂しいので、その上にですね、5つ星とんかつ、200円。これを乗せたいと思います。すごいですよね。とんかつ弁当でしょ？とんかつ弁当の上に5つ星とんかつを乗せてですね、スーパープレミアムとんかつ弁当にするという、そういった動画でございますので、よろしければ最後までお付き合いくださいということですね。とんかつ弁当の上にとんかつを乗せるのでありますね。そしてですね、何やるんだっていうんです。早速開けて、いきたいと思います。これがですね、とんかつ弁当、ご飯ごわごわだな。ご飯がですね、カッチンカッチンになってます。もうこれ、ずいぶん前に買ったやつなんだよね。ほんとね。よいしょっと。よいしょっと。あ、失礼しました。あ、これ、フィット押すとこのドアが開いてですね、これ、フィット押すとこのドアが閉まるっていう、こういう構造があるの忘れてましたね。今押しといて。それですね。ご飯がですね、もうカッチンカッチン、これずいぶん前に買って、もうね、こうやってね、あ、カッチンカッチンカッチンでございまして、ね、こう叩いても、叩いてもどうにもならないぐらい硬いんで、こういう時はですね、この上にですね、お水をかけます。もう私も、干からびた半額弁当を食わせることにはもう私プロでございますので、こんな、これぐらいでは動じません。こう上に水をいっぱいかけるわけですね。そしてこれで電子レンジでチンするとふっくらご飯になるというのはですね、もうこれはもう、何回もやってますのでね。それで、中にこんなすげえでっけえソースが入ってんな。こんな、これだけのトンカツにこれだけでかいソースが入って、からしが入ってますね。これでかいよね、ほんとね。こんなでかいソースが入ってる。とんかつこれなのに。それでですね、何話そうとした？それで、次に、このとんかつの中にこんな、おしんこが入ってたりですね、こんな、天ぷらごぼうが入ってたり、あとこんな、卵焼きが入ったり、そんな感じです。で、このとんかつがあるんですけど、このとんかつの上に、さらにこのとんかつを乗せるわけです。このとんかつを、でけえ。あ、こっちの方も、こっちもとか、このトンカツなんですけど、これ買ってくるのもあれだし、これから電子レンジでチンするんで、めんどくさいこと、熱くなってこんな持てなくなるんで、どうするかって言ったら、妙のうちに切っときます。切るときはもちろんいつもハサミでこう、切るわけです。こうやって。このままこう、切って。こうやってハサミで切ってですね、もう綺麗に乗せないんだけど、バラバラでございます。あ、こんな感じですね。というわけで、とんかつの上にとんかつを乗せて、スーパープレミアムとんかつ弁当になったんで、じゃあどうするか。次、電子レンジで温めるわけでございますね。で、かけて、ペッと押すとガラ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 って開いて、で、もう一回これ、こう。連打すると、電子レンジがバターッとこう開いてる。で、もう一回、カカカカカカってやると、これが、あ、ザン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 って、ここに入ってる。あ、で、電子レンジイーン、電子レンジイーンって中に入って、それでまあ、電子レンジのセッティングですね。これで、温め押して、自分でカエルちゃんルール作るとめんどくさくてしょうがねえや。いろいろあんまやるもんじゃねえな。疲れたらまあいいや。それでどうしようか。じゃあしばらくですね、電子レンジが温まるまで、カラムンチョでも食うかって食わねえよこれ。それでですね、カラムンチョ、これでこれからとんかつ食うのにカラムンチョまで食ってたらですね、もうお腹がおしゃかっぽになりますから、まあコーラでも飲むかみたいな感じでね、炭酸飲むなよみたいな。炭酸食うとね、炭酸飲むとお腹膨れるからね、一挙にね、ご飯の食べる量が減るよね。だからさ、炭酸、コーラ飲むと痩せるっていう説があるんだぜ。知ってる？コーラ飲むと、ダイエットコーラって実はさ、炭酸だから、飲むとお腹が膨れるじゃん。だから、食事量が減るから、コーラをたくさん飲むと、
痩せるっていう説があるんだよね。皆さんどう思います？まあいろんなダイエットサプリとかいろいろ出てっけどよ、どれ試してもよ、うまく痩せねえよ人間は。痩せねえよな。でも人によっちゃ太りたがって、ものすごく太りたがってる人が人もやっぱ男性なんか特にいてさ、なんかものすごいさ、あの白いご飯をムリムリいっぱいね召し上がってる方なんかもよくいますよね。うん、まあいいや、とりあえず、電子レンジがチンとなるのをね、待ちたいと思いますが、どうしようか。サンチャそろそろ出来上がったと思うんで、いただきたいと思います。いただきたいと思います。じゃあオープン。あっち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 あっち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 っよっよい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 よよっしゃっててててててよし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 、いただきま。とんかつの上にとんかつ乗せというですね、どれだけすごい肉の量なんだみたいな感じなんですが、早速いただいてみたいと思いますね。いただきま、いただきま。贅沢だね、肉まみれ。でもね、とんかつ弁当が250円で、上に乗せたとんかつが、プレミアムとんかつが、200円でしょ。だからこれ全体でね、450円です。だからこれ450円なんで、まあ、吉野家の親子丼とか牛丼一つ分ぐらいのお値段でございますんで、いただきま。まず上に乗ってるプレミアムとんかつから。うん。うん。うん。生臭い。生臭い。やっぱ時間が経って古いからかね。生臭い。このトンカツ。200円もする。だ定価400円なんだぜ。これ半額で買ってっから。そのくせに、生臭い。生臭いっすね。次。下についてるこっちのトンカツ。もともとのトンカツ弁当に入ってるトンカツ。このご飯とかセットになって全部で250円のトンカツ。あ、こっちの方がうまい。意外、200円で単体で売ってるとんかつよりも、このとんかつ弁当にくっついている、とんかつの方のとんかつの方がうまいですね。もう上に乗ってるこのプレミアムとんかつはね、生臭い。生臭いですね。うん。ちなみにね、うん。どっちの、とんかつ弁当も、やったとんかつも、賞味期限は切れてます。賞味期限は例によって切れてるんだけど、切れてるけど、同じ期間切れてるからね。切れてる日数は一緒なんで、何日ぐらい切れてんだろう。うん。何日ぐらい切れてんだっけ。うん。まあ、それなりに切れてます。それなりに切れてるってことですね。じゃあ、この大量の、これ、とんかつさ、2倍にしてるからさ、なんかこの量とこの量合ってるようだけどさ、実際はさ、これ、ねえ、あれだからね、このとんかつも、ここに水が入ってるから、こうやっても切れねえ。このとんかつソース、このとんかつソースさ、ここに切れ目入ってるんだから、こうやっても、このとんかつソース、こうやっても、こうやって、切れねえよ、これ、出ねえよ。とかどうするか、ハサミ使うんだけど、これ外でやったら大変なの、これ切れねえぞ、これとんかつ。で、これソース、このソースなんだよ。あ、普通のソースですね。うん。ないや。で、これ全部かけちゃおう。うん。もう味は大体分かったもん。これ、とんかつソースかけるときに、とんかつにかけないでね、ご飯の上かける人いるよね。意外とそういう人って頭いいかもしれないね。うん、うん、ないや。ご飯の上にとんかつソースかけてね、とんかつの上にはね、ソースかけないって人いてさ、うん、あれ頭いいなと思った。うん。うん。なんでその人頭いいかって言うと、ご飯の上にかけちゃうと、とんかつソースが全部ご飯に染みるんだよ。ほんとさ、ソースがさ、無駄にならないわけ。とんかつの上にかけちゃうと、やっぱり下の方にさ、衣に全部染みなかったりするから、うん。効率がいいっていうね、そういうね、ことがあって、うん。あ、なんか、とんかつソースをさ、かけるとくん、
ご飯にかけてとんかつにかけるみたいな、あ、頭いいこいつみたいな。で、あともう一つあるのは、結局とんかつソースを、そのとんかつソースをなんでとんかつにかけるかちょっと、ご飯にそのなんておかずにして食べるときにもうちょっとしょっぱくしたいからっていうのがあるじゃん。あの、そういったとき、そういったとき、犬かみたいな、ワンワンみたいな、そういった面から、その、あの、ご飯と食べるときに初めてとんかつソースって意味があるって考えるが、もう、ご飯にかけちゃえばいいんじゃないって、そういう発想。うん。ただ、一つの問題があって、こうやっておしんことかあるじゃん。こういうの箸休めで食って、その後にご飯を食べたいときに、うん、そこにとんかつソースがかかってるとしょっぱすぎて食えないみたいな。うん。何言ってんだこれ、わけわかんないな。なんかこのきんぴらごぼうとか入ってね。うん。うん。あ。うん。まあ、あれじゃない？うん。うん。まあ、弁当の中で、とんかつ弁当っていうのは、海苔弁と並ぶ王道だよな。あともあるとしたら、唐揚げ弁当ってやつな。あれもうまいけどね。うん。なんか、こっち側の、うん、まあいいや。なんか、お米はさ、こっちの方がパラパラで、こっちの方が、しっとりして、なんかあれだな。お水のかけ方間違えたか、俺。うん。うん。まあ、いいじゃない。うん。もともと、お弁当というものは考えてみよう。持ち歩いて外で食うと。というのを、まあ、最初に考えて、まあ、うん、作り忘れたものなんだけど、まあ、この弁当、ご飯の量すげえ多いな。うん、この弁当、あの、イオンで買った弁当なんだけど、なんだ、この弁当すごいご飯の量が多い。うん。うん。お米の量が多いな。うん。この弁当ちょっと薄めなんだけど、揚げ底になってないんだよね、ほとんどね。だから、うん。意外とたっぷりしてる、見た目以上に。なんか、うん。なんかお得感があるな、これな。うん。うん。ご飯の上にソースをかける。とりあえず言い出したから自分でやってみようみたいな。うん。このソースってすごい万能だよね、本当に。なんか、うん。なんかフランス料理ガンガン、あの、グルメのさ、フランス人で。まあ要するにフランス料理ガンガン食ってるフランス人なんだけど。フランスっていうのはなんか、フランス料理のすごいっていうのは素材云々よりやっぱその、料理の上にかけるソースの、そのオリジナリティみたいなのがすごく重要らしいんだよね。この人が、あの、日本のとんかつソースを絶賛してて、ソースがすごい美味しいとか言って絶賛してたっていうのはなんか笑っちゃって。ああ。うん。まあ、これ家庭で200円、あの、家庭用にスーパーで200円で売ってますとか言ったら、ええー、みたいな。うん。なんか、これ一本200円だってやっぱ、あの、いわゆる、あの、貧困層向けスーパーマーケット、うん、の、この、商品だからね、うん。そこで売ってるソースがこんなに美味しいのみたいな。いや、日本はまあスーパーって貧困層向けた、それ以外で、それほどはっきり分けてるわけじゃないからな。まあ、うん。
今、金持ちでも結構声優とかね、ああいう値段の安いところに行くもんね、買い物で。実際声優とかもう美味しいもんな、俺声優とかすごい好きでさ、俺スーパーで一番、どこが一番スーパーでいわゆる好きですかって、俺声優、もうナンバーワンで声優、俺は。でもなんか鴨頭さんとか声優行かないとか言ってたよね。なんでか知らないけど、なんかやっぱり物安い、値段が安いとこのスーパーに行くと金持ちになれないとか、そういうなんか理論があるとかないとかで、声優には行かないとか言ってたけど、でも金持ち結構声優行くよ。資産1億円ぐらいの人だと普通に声優行きますよ。だって声優美味しいもん。声優は俺好き。あと、まあ、ただね、私今、埼玉の春日部ってとこに住んでんだけど、ここはね、声優がねえんだよな、近くに。だから、しょうがないから、な、イオンとか、イトーヨーカ堂とかで買い物してるけど、まあ、イトーヨーカ堂もイオンも悪くないんだけど、やっぱ俺は声優の方がいいね。なんか、声優の方が安いんだよ。物はね、まあ、ぶっちゃけそれほど変わらない。まあ、声優もイオンも美味しい、同じように美味しいんだけど、値段はね、声優の方が安いんで。なんで、俺は声優が好き。やっぱ安いのが一番の勝利だよな。物自体はそうだよな、声優もイオンもイトーヨーカドーもまあそんな変わんないような気がする、売ってるものは。ビッグイレはとにかく安い。もうそれに尽きる。俺に一言だね、とにかく安い。とにかく安い、あそこは。凶悪な安さだよな。やっぱり、他のスーパーに比べても明らかに安いね。俺はやっぱ正常じゃない、でも一番行きたいのは。なんで声優のない春日部なんかに住んじゃったんだろうみたいな、そんな気がたまにする。どっかに声優できねえかな、あの辺の近所のちょっと商売の悪い某スーパーとか潰れてさ、それで声優とかできないかな。というわけで、ごちそうさまでした。美味しかった。どのスーパーが潰れるなんて、さすがにそれは言えねえよな。まあ言ってもいいんだけどね。よし。高くてまずい。ごちそうさまでした。